時刻8時7分ですさあ月曜日のこの時間は健康に関する話題をお届けしています健康を維持するために必要なことは食事、睡眠、そして運動です一日24時間の走歩行数8000歩意識してくださってますでしょうか、えー、目安になるようにということで私も歩数計をつけて歩いておりますがこの一週間一番少なかった日はですね4258歩です 大体です、ね、まあ3か月ぐらい経ちましたけれども4,000歩台の日は早く家に帰ってますねはいあのー、無駄にうろうろろしていないなあと多分レシピを作る日とかですもうひたすら台所にいるっていうそういう日ですね。で、えー、一番多かった日はですね実は昨日なんですけれども昨日はあのー、珍しく友達と 巨大ショッピングモールとかかに出かけたんですよであの普段そういうところに私は私あんまり行かないんですけれどももう果てしなくこう広がるショッピングモールの中をですねあんまり知らないところだったのでもう行ったり来たり行ったり来たりしてたので結構行ったんですけどもそれはちょっとだからあの普段の運動量に入らなないかなとそういう意味では一番その次に多かったのが9,088歩あともうちょっとで1万歩っていうところですけれどもね。 こういう時はですねだいこうスタジオのお仕事以外に2 3時間は街の中をうろうろしてますね。だいたいそれぐらいだなと最近分かってきましたはいだからあのここで帰ればいいのにいやもうちょっとなんか見て帰ろうってなるとここから1万歩を超えていくっていうねさっきもあのカレーですかって話しましたけれどもあんま無理はしない方がいいなと思いますけどねさあ 歩皆さんはどれぐらいになってますでしょうかあなんかねあの携帯電話をこう新しくちょっとしたんです週末にそしたらそこにもともと入っている機能で歩数計がついてるんですけれども平均とかも出してくれるんですよだからだいたい今週は平均で何歩歩きましたよとかなのでそういうのもまたちょっと見てみようかなと今思ってますけどね。 えー、先週ですね久しぶりに腹筋運動をしたら腰を痛めたというふうにリスナーさんからですねメッセージをししておりましたでこういう方もいらっしゃるんじゃないかなということで今日はあの腹筋運動をねちょっと皆さんと一緒に見ていきたいなと思うんですが仰向けに寝転がっていただいて上半身を起こす運動をされたのかなと思うんです。だいたいたあのよく 小学校の授業とかでさ,れさせられた腹筋ですね昔ながらので実はですね上手にこう腹筋を使えずに背中とか腰の筋肉でこれグッと上がろうとしてしまってるんですなので腹筋運動のポイントをいくつかご紹介したいと思いますまあ、腹筋これはですねお腹の筋肉が縮んでいることをまず意識する水落ちありますねちが下腹部 おへその下ですねここに近づくようにこうお腹の筋肉をですねギューってて縮めていく感じなんですそれを確かめるために、えー、手のひらをお腹に置いてくださいでパーにしますで親指がちょうどみぞおちの辺りで小指が自分の下腹部側に置きますねでこの親指と小指がくっつくように。 ぐーっと曲げていくわけですよこ,うぐーっと、ね、これ今私はあの椅子に座ってやってるんですけれども曲げていく感覚っていうのは椅子に座ってても分かります近づいていくから。でこれは上体が起き上がっているのにここが縮んでいなかったとしたら腹筋ではなく腰ととか背中の筋肉を使っているといるう可能性がありますねなのであれなんか今こう起き上がってるんだけど手が全然縮まらないわという方は別の筋肉が働いてるんです。 ちなみにこの手の位置なんですが頭の後ろでで組んいいる方も多いと思いますねそれこそあの寝転がってですね膝立ててもう膝にでこがつくぐらいで頭の後ろに手やってねしたと思うんですけどこ頭をあ手,の手を頭の後ろに置くのが一番強度は高くなるんですってでももお腹頭胸頭胸頭ってこう手が上に行けば行くほど腹筋ハードになります。 お腹の縮みを助かめるためにもですね。まずお腹に置いてみてください。で、これでこう意識しながらする腹筋ねで状態をこう完全に起こす必要はありません。無理に起こそうとすると、それこそ背筋などで起き上がってしまう可能性ありますからね。はい、お腹の筋肉を縮めて、それによって自然に体が持ち上がるというのが理想的です。 はじめはこうもう本当に数センチ浮くくらいで構わないので起き上がるのではなくとにかくこのお腹をぐーっと縮めるんだということを意識してくださいあと勢いはいけませんえいっ,っていう感じですねこれはダメですよスポーツ選手やマッチョな人は結構なスピードであの腹筋をされる方もいらっしゃるかと思いますが上手に筋肉を使えない状態で まああのプロの方みたいにするとですねもうこれ怪我のもとですゆっくり息を吐きながら10秒ぐらいかけてお腹縮めてくださいこの10秒ぐらいっていうのがねまたつらいんですよそんな長いこと腹筋縮めてられへんって感じになるんですけど、まあ、それぐらいの意識でやってくださいで一度、まあ、一番こギュっと縮まった状態でそこで呼吸を続けながら5秒ぐらい止めた後 息をこう吸いながらこうゆっくり伸ばしていくというこれ大変なんですよヨガでもですねはいそこで止まって3呼吸とか言われるんです先生にそれが一番辛いっていうねでこれを繰り返しますができれば1回ずつ背中を下ろし切るのではなく背中が若干まだ浮いてるっていうところで止めていただいて繰り返す縮めるというねそれの方がこうハードになっておりますはい。 お腹以外はでもできるだけリラックスしてくださいお腹を縮めるときは自然に顎を引いて肩首腕は力入らないようにリラックスです力むとね今度逆にまた首を痛めたりすることありますよはじめは膝を曲げてやってみましょう腰への負担が小さくなると思いますそして前を鍛えたら後ろもこれ大事なんですねやっぱバランスよく運動しないと背筋です今度はうつ伏せに寝ていただいて 顎引きます。その状態から背中の筋肉を縮めていきます。お腹と違って手をね背中に置くのは難しいので体の横に添えるようにしましょう。腰と肩を近づけるイメージです。肩を腰に持っていく感じですね。で筋肉を縮めます。上体を起こそうとするのではなく、あくまでも筋肉を縮めるんです。 なので思ってるよりも小さい動きでもいいってことですはい、グーって上がらなくて大丈夫筋肉がギュって縮まったなっていうのを感じてください勢いつけずに息吐きながら10秒くらいかけて背中の筋肉をこうギューッと縮めていくそして同じように呼吸続けながらそのポーズで5秒ぐらい止まった後今度は吐きながらまた戻していきますこれも下まで下げずに 下げ切らずにちょっっと待つっていうね。伸びきらない状態で止めておいてまた縮めるこうするとより効果的ですさあ腹筋と背筋ご紹介しましたがまずは10セットですあ十10回です10セットもできないな <laughs> 10回するのを1セットとして1日2度くらいから始めるといいっていうことですねだからまあ朝10回夜10回。 これが一番理想的だと思いますでもあの両方の運動をするって本当に大事だと思いますので腰痛がちょっとあるなとか腰が合という方はですね一度是非試されてみてください。